はい、こんばんは。中3英語です。不定詞のね、まあ、復習ということで今日はね、ちょっと前のところ掘り出してきまして、ね、確認したというところでございました。不定詞のね、何かっていうとね、いわゆる名詞的用法等々ではなくて、この3年生になってやってきた、ask 目的語 to 何々とね、はい、tell 目的語 to 何々、それから want 目的語 to 何々なんていうのがありましたよね。あいつですね。はい、それぞれどんな意味だったっけかなっていうことになりますと、ask の場合は、その目的語に、まあよく人に当たるような言葉が来るんですけれどもね、に、何々してくれるよう頼む。つまり、to 以下ですよね。to 以下不定詞部分です。何々してくれるよう頼むとなるのがよろしいわけですね。はい、それから、ね、tell 人 to 何、まあ、tell 目的語 to 何々行きますと、目的語に何々するよう言う、ね、するよう言うということでした。それから、want と解きますとですね、目的語に何々してもらいたい、してもらいたい、なんていうようなところでした。ask目的語 to 何々、tell 目的語 to 何々、want 目的語 to 何々、ね、というようなところでございました。さあ、そこでだ。はい、1番。彼は私に家にいるよう言った。彼は私に家にいるよう言った。人に目的語に何々するよう言う。はい、言う、言う、言う。だから、tell の形を使っていきましょう。さあ、そして、tell を使っていくんだが、言ったとあります。はい、ですから、これ、tell、過去形でいきましょうね。はい、ですから、tell の過去形は told。はい、目的語来ました。ですから、to 不定詞ですね。to 動詞の原型です。はい、ですから、to 家にいる何ホームということになるとですね。はい、もう3年前ぐらいよく聞きました。ね、はい、stay home ですね。家にいる。はい、ですから、he told me to stay home。ね、なんていうことで、彼は私に家にいるように言った。なんていうふうな、ね、意味で取れたということでございました。はい、2番です。私はあなたにもっと一生懸命に働いてもらいたい。でもサボってんですね、きっとね。はい、ですから今度はしてもらいたいですから、want の形だね。はい、want 目的語 to 何々だ。はい、今回はもらいたい。うん、ですと、これは現在形でいいわけですよね。はい、ですから want。はい、そして目的語 to 動詞の原型だな。はい、ですから何？一生懸命っていうのは hard だけれども、働くだよね。はい、ですから to の後、動詞原型で work ね、なんていう風に入れてあげると、I want you to work harder ね。あなたにもっと、私はあなたにもっと一生懸命に働いてもらいたい。なんていう意味で取れました。はい、3番です。私は彼女にピアノを弾いてくれるよう頼んだ。私は彼女にピアノを弾いてくれるよう頼む。お、頼む、頼む、頼む。はい、ask だね。ask 目的語 to 何々。この形でいきましょう。頼んだということですから、ask を過去形にして asked。はい、そして目的語 her 来ましたから、はい、to 不定詞、to 動詞の原型ですね。はい、ですので何をしてくれるよう頼んだんだ？ピアノを弾く。はい、ですから the piano 来てますので、ピアノなんかを弾く play 使ってあげればいいよね。はい、I asked her to play the piano。はい、そして4番。彼に手伝ってくれるよう頼んでください。はい、何々してくださいっていうことで、まあ、please から始まる、いわゆる丁寧な命令文になっている。はい、してくれるよう頼むということですので、ask の形、ask 目的語 to 何々を使っていこう。はい、ですから、はい、please の後ね、動詞原形、つまり ask たね。で、人、目的語 to 何々だよね、to 何々だよね。はい、じゃあ何してくれるよ？手伝ってくれるよ。はい、ですから、手伝う、助ける、help という言葉がありましたね。はい、ですから、伝えてあげまして、to help me ね、なんていうふうに。はい、please ask him to help me ね、なんていうところかな、ということでございました。てな具合で、はい、ask 目的語 to、tell 目的語 to、want 目的語 to 何々のところの復習ということでございました。はい、以上でございます。では、また。